これがもしジャパンブリックフェスの前日とかだったら、もうやばかったですよね。皆さんこんにちは、ジェイソン・オルゴブルダーヒロイヤー。はい、早いものでジャパンブリックフェスト2024まであと1週間になりました。いやー、もう早いっすよね、この時期になるの。まあ私は JBF2024 は去年より結構本気で行こうと思っていますので、この動画見てる方でジャパンブリックフェスト行かれる方いると思うんですけど、楽しみにしていただければと思います。で、本日の動画なんですけど、タイトルの通りなんですけど、新しい名刺ができたのでお見せしたいと思います。で、サブタイトルについてる通りなんですけど、ちょっとやばいことがあったので、まあそれもお話ししたいと思います。まあこの動画見てる方でジャパンブリックフェスト知らない方いると思うので、まあ簡単に説明すると、日本最大級のレゴ展示会になっております。場所は神戸の六甲アイランドのカナディアンアカデミーで行われます。私ヒロゲは今年もグループアフロの一員として参加いたします。で、今回展示されてる作品につきましては、今年紹介したスペースシリーズのロボットや設計製図のプレゼンや徳島動物園の園内マップを展示したいと思います。はい、ということで、ここから私ヒロゲーの新しい名刺を紹介したいと思います。私ヒロゲー、昨年2級建築士の試験に合格したということで、名刺をフルモデルチェンジしました。ちなみに名刺なんですけど、2種類作って、1種類は一般の皆様用で、もう一つは本名とかががっつり載っている、もう完全にビジネス用の名刺にしております。で、さらに今年のジャパンブリックフェストで私が出展している作品の出展作品集も作りました。ということで、まずは出展作品集から紹介したいと思います。それがこちら。はい、こちらでございます。ちなみにこちら Mac のキーノートで作りました。近づいてみるとこのようになっていて、表紙は今年作ったスペースシリーズのロボたちが載っております。とりあえず中身はこんな感じになっていて、これが動画のサムネイルになっていて、これが動画の QR コードになっています。とりあえずこんな感じで作成しました。で、中身につきましてはもう完全にジャパンブリックフェストでご確認いただければと思います。はい、続きましては名刺を紹介したいと思います。それがこちら。はい、こちらでございます。何が違うのかというと、もうこれですね。ここに2級建築士の資格の名前があります。本当でしたらジャパンブリックフェストで免許を見せたかったんですけど、ちょっといろいろあって免許の発行が7月になってしまったので、免許につきましてはもう7月までお預けになりました。ちなみに去年のものと比べるとこのようになっていて、去年につきましてはツヤがあって一部ちょっと加工してたんですけど、今回につきましてはもう全部ツヤだけになっております。ちなみに背面はこのようになっていて、去年のものはスマホみたいな感じにしたんですけど、今回はがっつりレゴにしました。で、あとは QR コードも名刺の裏に持ってきました。で、最後これがビジネス用なんですけど、これ表面なんですけども、がっつり僕の個人情報が載っていて、これちょっと動画ではお見せできません。裏面はこのようになっていて、まあ四角のラインや YouTube チャンネルなどの QR コードが載ってます。で、先ほども言ったんですけど、ちょっといろいろまずいことがあったんで、まあちょっとお話ししたいと思います。まずいものはちなみにこれです。この名刺です。これわかる人いるかな。これね、左右のこの印刷がちょっとずれているんですよね。表だとちょっとわかんないと思うんですけど、わかりやすいのは裏ですね。裏面のわかります？この部分、ちょっとずれているんですよね、切ってる部分が。ちょっとこれ届いた瞬間にこれ気づいたんで、あ、マジかって思いました。本当でしたらこの部分1ミリぐらいスペースがあるのに対して、これもうほぼほぼ1ミリもスペースなくて、反対側のこの部分なんですけど、この部分がもうめちゃくちゃ気になってしょうがないんですよね。ちなみに名刺も作品資料集も全部プリントパックで印刷したんですけど、ちょっとこの部分めちゃくちゃ気になってるんですよね。とりあえず今のところ再印刷はしてくれるみたいなので、とりあえず再印刷待ちになっております。これがもしジャパンブリックフェストの前日とかだったら、もうやばかったですよね。はい、ということで本日の動画は以上になります。先ほども言った通り、ちょっと名刺にズレがあったので、まあとりあえずジャパンブリックフェストまであと1週間ありますので、まあとりあえず間に合うっちゃ間に合うんですけど、まあとりあえずまあ多分今後このようなことがないことをまあ祈っておきます。はい、最後になりますが、ジャパンブリックフェストで皆様に会えることを楽しみにしております。はい、以上ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。